まだは生きる。父上のお役に立ってみせます。徳川軍、城内になだれ込んでまいりました。父上の読み通りでございますが、数の強みを生かして押しつぶすつもりであったろう。門を閉じ、敵を分断せよ。正門、城門を閉じただと。抵抗が弱すぎると思ったが、誘い込まれたか。まずは城内に入り込んだ武将を討ち取り、連中はすでに袋のネズミである。敵に踏み込む隙を与えては我らはたちまち小僧だ。敵を本丸に近づけてはならぬ。見事な。さて次はどこを落とすか。残りは片付けるか。牢用から立ち直る大人を与えるべきではない。私が城下に撃って出ます。敵将を撃ってご覧に入れましょう。この首、父親の前に晒してやれ。雪村様に出だしはさせねえ。神が力を貸してくれるのはありがたいが、彼らを犠牲にはできぬ。私がやらねば。我が首を取るのではなかったか。徳川の兵に私を傷つけることなどできぬか。己生意気な。投票など構わずあいつを討ち取れ。これだけの数を相手に無茶だろ。何をやるって言ってんなら任せりゃいいのに。私が引いては父上の策がならぬ。まして作兵衛たちを盾にするなどできぬ。策を凝らそうと所詮は小勢。必ず穴があるはずだ。南か。開門。さて次はどこを。この程度
無駄死にをするな。道を開けろ。こちらからも敵が。このナイキがいる限り進ませはせぬぞ。いい直政殿か。ナイキの手には余る相手ではないか。ナイキ、ほどほどでよ。適当にあしらって引いておけ。情けないことを申されますな、殿。わしが徳川の若造などに遅れは取りませぬぞ。ストーンにならば俺が最善を尽くして相手になろう。真田を除く、それは家康様のための最善。この赤備えにかけて果たしてみせる。真田は私が守り抜いてみせます。この真田の赤備えにかけて。なんと見事な。はい。そろそろ詰めと参るか。城外の敵を片付ける。撃って出るぞ。開門。門が開いた。この現状、稲が打破してみせます。開門。せっかく用意した策を使わぬ手はない。あの者を村におびき寄せ。開門。おびき寄せ。食ってる餌があれば簡単なんだけどね。片付いたな。みんなよくやってくれた。一人でやったんじゃん。あの数を相手にどんだけだよ。本丸を落とす。真田の真偽なき振る舞い、断じて許すわけにはまいりません。耳が痛いな。実に心地よいすがすがしさだ。どうするつもりですか。本心であったのだろう。真田の戦、これに見よ。今だ。村に火を放ち、敵に打撃を与える。
てなしは終わっておらぬという。追撃をしたいところだが、あの男が邪魔だ。古今無双の本多忠勝。撃てる者はおるか。我らも出るぞ。殿を無事に撤退させるのだ。まとめて打ち払い、徳川軍の息をくじく。力は十分削ぎ落とせた。あとは兄上にお任せしよう。全員救援コール。これ果てるわけには。貴様の一撃は重い。心も義もないものとは到底思えねえが、大丈夫だ。父が無策、恐ろしいほどです。親子二代で見事な働き、ここは譲っておく。これで終わりと思ってもらっては困る。わしの息子はもう一人おるのだぞ。変わらねばならない。何事か。
風のようじゃな。良い武器は良い品が入っております。良い出来で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 す。ご武運を。風のようじゃな。お武家様、ご苦労様です。異常ありません。いや、始めっか。私は強くあらねばならない。己の道を行くだけだ。兵の働きに期待する。お役に立てるよう努力しましょう。ところで、あの姫君は？チャチャ様だ。あの方がなぜこのようなところに？知らぬ。勝手についてきたのであろう。戦場には出さぬよう秀吉様に念押しされていたが。さようですか。ここにあの子がいる。いよいよなのじゃな。敵は12万、こちらは4万。やっぱりあなたも私が呼ぶ不幸からは逃げられなかったみたいね。時代の波はこの四国をも飲もうとしている。だが俺は抗い続ける。誠実に。懲りない人。いいわ、私は付き合ってあげる。でも藁はも共に戦うぞ。抗うのじゃ、誠実に。なんか面白いものでも見えますか。貴様は島左近とか言ったな。俺に何か用か。いいえ、別に。ただ眉間にしわ寄せて考え込んでたんで、ちょいとからかってみたくなっただけです。なるほど、喧嘩を売りに来たのだな。冗談ですって。本当に頭の固いお人だ。陣狩りを申し入れてきた軍学者だったな。武田で兵法を学んだなどと吹いているようだが、そんな錆びついた軍学が本当に戦で役に立つのか。錆びつかせないよう、こうしてあちこちで陣狩りさせてもらってるんですがね。仮に使えたとして、主を持たぬ根なし草に何ができる。志のない力など百害あって一利なしだ。まあおっしゃる通りですが、初めにお会いした方が強烈すぎたものでね。武田信玄がそれほどのものか。秀吉さんとはまた違った器のお方でしたな。お邪魔しましたね。ああ、そうそう、さっきあんたが見ていたあたりは確かに兵を伏せるのに都合がいい。何？敵も同じように考えるでしょう。警戒しておいた方がよろしいでしょうね。
の子は私が連れ帰ります。道を開けなさい。数の上では我らが有利とはいえ、敵も盛況。夢油断なされますか。ああ、わしらがやられたら大事じゃ。しかしやけに突出したものが。チャチャ、いかんぞ。なんでチャチャが出とるんじゃ。絶対に手を出させてはならんぜ。ったく、チャチャさんは何をしておられるのか。これは好機かもしれませんよ。目立つお姫様ゆえ、敵の目は釘付けだ。そうする敵を攻撃するということか。なるほど、あそこか。やたらと突っ込んでくる敵がいるけど、誰かを探してるのかしら。さらば師匠、わらわが相手をしてまいる。ダメ、わらわちゃんは身を隠して。あなたには切り札があったらしいの。おお、わかったのじゃ。任せるのじゃ。私は強くなる。敵将撃ち取りました。心ほどのことではありません。
悪いけど、あの子は渡さないわ。ジャンキー、何としても連れ帰ります。あら、なんかちょっと感じが。ま、いっか。ごめんね、あとは任せるわ。自分と同じ考えに至りうる。そのことを予想するべきなのだ。なんだ。ほどのことではありません。やっ、散りゆくさだめ、覆す。予想以上に手こずる。この程度で苦戦しては秀吉様に顔向けできん。敵将打ち取りました。いかにもって場所に兵を捨てすぎだ。もう少しひねりを加えると後ろだぞ。逃げろ。なるほどね。少なくとも錆びついた軍楽ではない。そりゃどうも。志のない力でも役に立ちましたか。先ほどの言葉は取り消そう。
惜しいことだとは思うが。スリープスリー撤退する。覆す。あ、お見事だ。お見事でございます。起こるほどのことではありません。邪魔をして無駄な時間を取られました。本陣に向かいます。ぐんぐん進め。デウス様の力を見せるのだ。ついに来たか、天下人。聞け、俺たちの魂の叫びを。解剖。いつなりのやつ、珍しく熱くなってんじゃねえか。よっしゃ、俺も行くぜ。キムダス参上。頭を集めてまいったぞ。元地下、わらわも共に戦うのじゃ。覆す。上等。見る、お前の判決魂の輝き、皆光れ、発奮している。いた。またあんなにはしゃいで止めます。勝利条件変更。
様の意志する力を。これで四国は収まった。元近、悪いようにはせん。降伏せよ。には無念なことであろうが、これでまた皆で穏やかに暮らせるのじゃな。それは。あなたは私と一緒に大阪へ来るのです。ちょちょ、いいですね。嫌じゃ。師匠や元近と別れるなど、わらわは聞き分けのない敗軍のあなたに断る権利があるとでも思っているのですか。嫌じゃ嫌じゃ、我らは師匠と。そうね、その方がいい。師匠？秀吉の戦はまだ終わらない。そうなんでしょう。ええ、次の征伐は九州四国攻めに毛利を使ったみたいに、今度は長宗我部が使われる。あの人は望まない。私だって嫌よ。師匠、この子が二度と戦になんて巻き込まれないようにする。そう約束できるんでしょうね。善処します。頼りない返事だこと。ま、あなたも立場は微妙そうだものね。ひどい目に遭わされてないか時々確かめに行く。まことじゃな。またきっ、え、さあ行きますよ。師匠、これで一つ片付きましたね。こんなものは通過点に過ぎん。秀吉様は信玄公も信長公も果たせなかった天下統一か。そりゃそのために力を尽くそうという気はないのか。秀吉さんに仕官しろと。悪く、ま、もうしばらく。バカなやつだ。
その軍略を無駄に腐らせるな。腐らせるつもりはありません。それでは、ごめん。この手で守ってみせる。追いつかれるわけにはいかぬ。申し訳ないが、頑張ってもらわねば。父上と雪村がここまで追い込んだのだ。逃がすわけにはいかない。家康様、こちらへ。稼いでくれよ。あなたの跡取り消えてみよう。私が倒れたところで真田には雪村がいる。倒されるつもりもないがな。そなたは通信、忍びたちよ、分身を消すのだ。引かねば。よし、読み通りだ。小坂、跳ね橋をあげよう。さすがは真田、抜かりない。行くぞ。何も橋がござる。この手、急ぎ渡られません。実戦は小坂に気づかないなんて、皆も未熟でした。急いで足を下ろしましょう。準備お願いします。飛んだ足止めを食った。直ちに進軍する。半蔵が退けられたか。急がねばなるまい。俺の精進が足りないばかりに家康様を苦境に。これ以上はやらせん。さても家康殿の配下は中心ぞ。されど私も譲るわけにはいかない。今こそ二戦開門。問題平八、この間にとどまり敵を仕留め、殿は先を急がれる。飲んだぞ。お見せしよう。隙にはさせん。ただ勝つとって万全の状態ではない。だがただ勝つであれば、またしても不覚を。このままでは終われない。開門。
に治癒兼備の者の伏村区はいささか視野が狭い。さればこの勝負で我が門を開いていただこう。そうとも、前例で打ち込んでまいれ。真田などに名をなさしめることになろうとは面目さえもございません。いや、わしに油断があったのだろう。真田を甘く見たわしの不覚よ。そのような、今度こそはなお最善を尽くし、戦はもはや続けられぬ。なんと、秀吉殿から横槍が入ったのだ。今秀吉殿と事を構えるのは得策ではないのでな。こらえて。無念でございます。それにしても真田やはり恐るべし。正幸の希望は申すまでもないが、二人の息子もあっぱれな武者でござったな。特に兄の信幸は良い兵の動かし方をする。自由兼備といったところか。跡取りも優秀とあってはまこと厄介な相手よ。弟雪村の槍もまた格別。戦は沙汰闇とはいえ、我が手の者を潜り込ませている。うん。
と。良きかな。